狭間台サンハイツ、8階の内覧動画を撮影します。まずこちら玄関でございます。こちらは、シューズボックスです。ちょっと小さめのサイズですね。はい、で続いて廊下をまっすぐ行くと、こちらが LDK 約13畳ということです。まあ、状態は、いいというわけではなさそうですね。はい、でこちらはキッチンでございます。キッチンも、リフォームされているものではないので、必要によっては、場合によっては、まあ、変えた方がいいところもあると思います。続きまして洗面の方行きます。はい、こちら洗面です。こちら洗面の中にトイレがある感じですね。こちらが洗面機種台、ちょっと小さめですね。洗濯機置き場で、収納スペースで、こちらにトイレがございます。トイレは比較的良好かなと思います。でこちらが浴室になります。はい、こちらはそうですね、こちらも若干、追い炊き機能等はちょっと不明ですが、そういった、機械っていうか給湯設備は整ってなさそうなので、リフォームが場合によっては必要かもしれません。続きまして、洋室です。玄関入って左側の、こちら 5.2 畳の洋室です。はい、収納スペースをちゃんとあります。はい、続いて向かいのお部屋、こちらが 4.5 畳の洋室になります。縦長の窓口でございます。はい、収納スペースもちゃんとあります。はい、はい、続いてこちらが和室ですね。こちらは、決まり次第、入居が決まり次第和室は変える、畳は変えるということですね。ただこちらは、すごく綺麗になっております。最後に、バルコニー、バルコニーです。はい、こちら目の前にそんなに、マンションとかも多く建ってるわけじゃないので、眺望日当たりは良好でございます。はい、で、こちらの物件は、南向きバルコニー、ペット飼育課ということと、まあ、お値段がお手頃っていうのがポイントかなと。あと人によっては若干、リフォームしたいっていう方もいらっしゃると思います。まあ、リフォームしなくても大丈夫という方ももちろん、いらっしゃると思います。それは管理者様のご判断になると思います。以上です。内覧動画撮影終了したいと思います。ありがとうございました。